はいどうもこんばんは、青木です。現在僕は家の近くにあるファミリーマートの前に来ています。で今日の日付は2月17日水曜日です。で今日もミニ動画です。で昨日もねミニ動画上げたような気がするんですけど、2日続けて、ミニ動画ということで、僕の家の近くの京橋の話題なんですが、このねファミリーマート、まあ普通のファミリーマートに見えるでしょう。でもね実は明日2月18日ここに、ハブチャリ大阪バイク社、大阪のシェア自転車のポートが来るんですね。ということで、今日はねめちゃくちゃ寒いんですけど、家からね出て、まあ、歩いてね3分ぐらいなんですけども、見に来ました。で、ここを、ね、明日ハブチャリ大阪バイクシェアが来るということで、何か準備でもしているのかなと思ったんですけど、そうでもないんですね。ポートの、ね、ここに置きますよみたいな感じでラックが置いてあって、でなんか縄で囲ってあり囲ったりとかしてるのかなと思ったら、そうでもなくて、まだ何も設置がされてないようです。で明日18日の、午後5時に、ポートがオープンするということで、多分ね明日作業が行われるんではないかなと思います。で、多分ねポートはあの辺にね、設置されるということで、14台自転車が止められるということです。でここのオープンはね本当にね昨日実は僕知ったんですけどびっくりしました。というのは、今まで日生行橋ビルさんっていうのが、僕の一番近いポートだったんですけども、ここをねオープンするっていうことはねこのね2分の1ぐらいまた近くなるんですよ。もう歩いてね 2,3 分で来れちゃうようなところにねポートができちゃったんですよ。できちゃうんですよ明日ということで、むちゃくちゃね楽しみで、で知った時にねもう声を上げて喜んでしまいましたね。はい。でこのポート明日18日にオープンするんですけども、場所はどういうところかというと、あそこに、地下鉄の入り口が見えますでしょうか。これは、地下鉄長堀鶴見緑地線の京橋駅2号出入り口、2番出入り口になっています。でなので、地下鉄の、ね、駅からもすごく近いところにあるポートがまた一つ誕生するということで、これはね、まあ、僕以外にもね地下鉄ユーザーにとっては非常にありがたい話なんじゃないかと思います。ということで、このポートがオープンしたらまたここから自転車乗っていろんなロケもやっていきたいと思いますので、お楽しみにしておいてください。では、今日のミニ動画以上になります。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。